さあ、いよいよですね、志望校も発表しないといけないですね。そうですね、はい。めちゃめちゃ簡単だけど、でもやっぱできないし、終わらないって人がすごく多い。あ、時間がきついってのは確かに。時間が足らないってことですね。マーチは滑り止めっていうですね。共通テストのね、問題を解いてみたので、ちょっと今、ここで点数を発表していこうかなと思います。そうだ、始まりました、マチェシャンです。さあ、今回ですね、はい、ルーに始まりました。ルーです。さあ、ルーさんですが、志望校を決めなきゃっていうので、はいはい、まあ、ルイちゃんとも取らなきゃいけないし、昨日、カンタロウ家にね、いたのに、はい、動画撮んなかったんで。あー、なんか寿司か、寿司食べてましたね。寿司食べてたけど、クイズばっかやってたし。クイズじゃダメだね、もうちょっと日本史の問題解けないのとかって言いながらやってたんですが、さあ、いよいよですね、志望校、もう発表しないといけないですね。そうですね、はい、一応、決めてはきました。なんですけど、なんか2パターンあって、2パターン共通テストでマーチが取れそうだった場合と取れなそうな場合の2パターンをちょっと考えてきて、はい、はい、今日はちょっと報告しようかなって思います。なるほど、はい、じゃあどういくんですか、まず。まずそうです、多分おそらくこっちにはなると思うんですけど、共通テストの対策を全くできてないんですね。で、まあ、なんかしなくてもいいかなって正直思っているので、なんか多分こっちになるんですけど、まず第一志望が慶応の経済学部と、はい、もう一個、慶応の商学部、慶商、はい、慶商を受けようと思っていて、で、そこでまず一回統計というか慶応、この2つに絞ろうかなって。なるほど、はい、早稲田はなしってこと。早稲田なしですね、やっぱり古文漢文やってないんで。じゃあ慶商は葉月と被るわけですね。はい、被ります。あ、じゃあ対戦ということで、はい、2人でできる。あ、でもだって世界一日本史だもんね。あ、そうですね。そう、だ違うわ、対決の仕方は違いますけど、ね、一学生はいいんですよ。そう、そう、そう、 B 方式だもんね。なんか会場違ったりするんですかね。あ、三田とあの日吉で違うことはありますよ。あ、そうですね、歴史で違えば、うん、はい、という感じで戦いになりますので、はい、よろしくお願いします。なるほど、まずじゃあ慶応経済と慶応商、はい、ということで、慶応経済は結構やっぱパターンが違うというか、うん、慶応の経済と慶応の商学部で全然問題の違いますよね。パターンって形式で、はい、はい、形式が違ったり、慶商は記述ないですよね。ある、あの語彙書かなきゃ。あ、そうだ、語句書く偏見、はい、あんな簡単なんだけどね。本当ですか。すんごい簡単。あ、めちゃめちゃ簡単だけど、でもやっぱできないし、終わらないって人がすごく多い。あ、時間がきついってのは確かに、時間が足らない人が多いですね。だから読解自体は簡単なことが多いですね、ほとんどの場合。そうです、やっぱり一番優しいことが多いで、慶応の経済も読解自体は優しい、だからどちらも読みに関しては非常に優しい学部。けどなんか森田先生が言ったからか分かんないですけど、なんか小学部軟化したみたいな。それ去年ね。あ、それ去年か。去年だけ難しい、難しくなったんで、まずは文法を確実にできるようにしなきゃいけない小学部なんで、はい、そこができるようになってて、プラスで読解はもうできて当たり前、どちらの学部も、そんで英作文ですね、はい、あの経済の英作文ができるようにならないといけないということです、で、まあ、小論文に関してはこの後ね、平さんが、はい、どうせ名愛カムインって毎回入ってくるんで、はい、できますので、あれ鍵かけちゃったっけ、まあ、いいや、かけちゃいました。かあの鍵開けといて、あのピンポンも何もせんで入ってくるから。え、そうなんですね、すごいですね。はい、なるほど、ということですね、はい、続いてのレベル、じゃあ、慶応2つと、はい、次が、まあ、滑り止めって言ったらあれですけど、はい、青学の経済と法政の経済学部、おお、なるほど、はい、お滑り、マーチは滑り止めっていうですね。言ってみたいですね。いや、法政に関しては受かってるから、まあ、滑りたくないっていうのと、うん、なるほど、まあ、一応保険で青学ですかね、うん、はい、経済、まず経営だもんね、全部ね。青学は、文ですね。ああ、そうか、青学文ね、はい、いや、青学をやってみたりしたの。いや、全くやってない。やれやれ。あの法政を解いたんですけど、青学はちょっと全然解いてないんで、はい、また。法政解いてできましたか。あ、でもなんか自分のチャンネルでも出したんですけど、うん、8割5分ぐらいは、はい、解いてました。こちらです、はい。英語が文法が15分の12、穴埋めが29分の23、長文が10分の10で、84% かな、得点率で。日本史に関しては69分の61なので 88% でした。言ってみたいですね。言ってみたいです。8割5分だって。でもなんか総計受けるならやっぱそのぐらい取らないといけないのかなみたいな、うん、なんならもっとやっぱちょっとボンミスとかも全然あったので、うん、もっと取らなきゃいけないなっていう感じ。そうですよ、総計受けるんだったらそれぐらいは取らないといけないんですよ。追いつきます。
いやでも現役のサビほんとすごいんで絶対追いつきますね、うん、そうか。じゃあそういう感じで、え、はい、これも4つってことですか。したらそうです、それとまあ共通テストで、共通テストも青学のこれも国際経済、ああはいはい、受けるんですけど、なんかボーダーが結構高いらしくて、はい、おそらく難しいかなと思うんですけど、うんうん、受けてみようかなっていう感じで、はい、出します。はい、まあ、そうですね、なんだって古文漢文なしで受けるので、うん、そうなんですよ、あの現代文丸々使えるんで、そう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 、はい、当然満点になるわけで当然高いやつが必要になってきますね。はい、卑怯と思います、卑怯って思ってるね。はい、はい、こんにちは、ルーです。で今ちょっと動画の途中かと思うんですけど、共通テストのね問題を解いてみたので、ちょっと今ここで点数を発表していこうかなって思います。でまず日本史なんですけど、日本史が82点でした。で次に国語が現代文だけなんですけど、現代文が、90点ぴったりです。で今回45分ぐらいかな、最初の難問1が20分で小説25分かかって、そう小説の方でね1問間違えちゃったから結構大幅に引かれちゃったんだけど、やっぱりちょっと小説難しいなって思います。まあ、本番はね満点を狙ってやっていきたいと思います。で最後英語が93点でした。これちょっと嬉しかったです。なんかねちょっと難問2でなぜかめちゃくちゃ間違えてて、ちょっとボンミスをしちゃったんだけど、なんかもともと TOEIC の勉強を少しやっていた関係もあって解きやすかったなっていうのはあったんですけど、なんか普通にこれは本当に英語なのかっていう感情でしたね。あと結構時間がギリギリで、今回1時間17分で3分しか余らなかったので、本番はねもう満点を取るつもりでやっていきます。でリスニングがちょっとできなかったのでどのぐらいなのか分かんないですが、とりあえず、共通テストの現状は今こんな感じです。そして2パターン目がどういうことですか。はい、そう、これが、共通テストで大体 85% ぐらい取れたら、うん、おそらくその滑り止めというか共通テストの、はいはいはい、まあ、受かる可能性が高いので、うん、慶応をちょっといろいろ攻めようかなっていうので、お、なるほど、はい、そうすると、まあ、さっき言った経済と小学部と、うん、まあ、法学部文学部あたりの学部だったり、あと SFC とかもちょっと受験しようかなとは思ってます。うんうんうん、あ、そっか、はい、SFC か、そこそこそこ、確かにそうですね、 SFC の英語はでもやってはいない、うん、前に解いたことがあったんですけど、なんか普通に難しくて、うん、はい、あの穴埋めだけじゃないですか、はいはい、記憶だとなんですけど、うん、語彙が高かったりで、まあまあまあ、そうですね、空所補充と内容一致、そうですね、その2つだけが、まあ、全然経済とさっき小って言ってたけど、うん、レベルも全く別次元の試験に変わりますので、うん、英語の難しさに関してはもう全然違う、だからいわゆる早稲田上位学部のレベルに入るので、うん、慶応の経済と小の読解はもう早稲田の完全下位学部のレベルになりますので、うん、はい、いやいや英語受験する前は一番英語で足引っ張らないと思ってたんですけど、うん、なんか案外ボロが出てて、いやだって AK1 級受かってないもん。そうなんですよね。いや AK1 級だどうなんだか、総計のレベル感、だって総計のレベル感で言えば、うん、準1なんてもう超楽勝で、うん、準1の読解なんか楽勝で、うん、で問題によってやっぱ読解問題を比べた時でも1級よりも総計の方が難しい。まあ、総研の中でも分かれちゃうんで、はい、ですけど SFC の方がはるかに難しい、うん、AK1 級の読解問題って感じですね、はい、もう明らかに課題が英語なので、うん、それはまずい、これ英語系のチャンネルなんですけど、そうですよね。いや一番英語がまずいので集めていこうかなとは思ってます。はい、分かりました。まあ実際ね受ける方は対象は全然できないみたいな言ってましたけど、意外と優秀みたいなね声も、本当ですか、はい、聞こえてきてますので、ね、はい、では期待してください。お願いします。この後はじゃあ小論文で、はい、平さんやってきてお二人の小論文見ますので、楽しみだな、ちょっと、はい、見てみましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい。